key, keep it softly spoken. With no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. で今ね、軽く高円寺回って、あ、おかえりなさい。そう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 。軽く回って。結構がっつり回って。がっつり。まあでもカフェがメインだったね。カフェって純喫茶とか。ああ、喫茶店いいとこいっぱいあったわ。コーヒー何杯飲んできたんですか。6杯ぐらいかな。大きいじゃないですか。膀胱パンパン。トイレ案内する。お前のトイレは熟知してるんで。でちょっとね、さっき、まあ、前の動画、前回の動画で見切れなかったんで、ちょっとブーツみたいなのが、僕ブーツ好きなんで、そうですね、ちょっとブーツも見せてもらって、ね、ありますかね、あ、こっちもあるね、あっちもビーンブーツもあるもんね、そうそう、気になるな、おっ、これ何、リーバイス、これ、リーバイスのブーツ、はい、リーバイスよ。ここね、これ、うん、タブ付きさすがリーマンアホだね70年代、これあ70年代のブーツ、うん、あーリーマンのブーツ、ふわーで、ちょっとウエスタンっぽく、そうですね、へえ、ちょっとこれ履かしてもらっていい、もちろんいいっすか、いや、めっちゃいい、めっちゃいいはい、ちょっとこっちからちょっと、うわ、こうサイズもバッチリだこれ来ましたね、あら、ちょっと、ね、いいですね、ルーズにちょっとロールアップして、そう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 、やっつけ、やっつけみたいな感じで、うん、小綺麗に履かない方がね、この辺はね、かっこいいですね、うわ来ましたね、これ、うわうわリーバイス、いや、ね、ね、これ、新品だね、なかなか見ないと、うん、初めて見たよ、ないと思います、かっこいいいや、素晴らしいな、ちょっと足元のアップを、うん、どうなの、これデニムとやっぱ素晴らしいバランスですね。うん、ね、ね、そう、ここね、そう見せたいよね。ここよ。この赤耳とね、この、この赤耳と。リーバイスと合わせてね。で、ここのタブね。これはやばい。これはやばいわ。素晴らしいですよね。おお。いいですね。ああ、気が利いてるわ。この感じめっちゃかっこいいよ。戻ってきてよかったもん。そうですね。さっき見なかったっすね。さっきそうブーツ見れなかったから。物多いんでね。やっぱ。物多いんで。うん。逃げないからね。うん。こんなとこにもこんなとこにも。そう。一日中入れます。正直。ずっと入れる。うん。これも行きたい。これもね。ペンドルトン。ペンドルトン。うん。で単色ってやっぱこういうチェックが多いんでペンドルトンって。そうだよね、うん。イメージあるもんね。単色でしかもこの色っていうのが。で年代が70年代ですね。あ、70年代。だからちょっと襟を大きめ。あ、でかい襟で。うん。でも縮みもそこまで入ってなく。うん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 。基本やっぱがっつり縮んじゃってるので。あ、そうだよね。うん。いやこれがね綺麗な色なんですよ。いいわ。いいわ、もう心の声出ちゃってるよ。いいわ。ちょっといい、こっち。ああ、いい。ブラックティーといいんじゃないですか。あ、いいね。うん。いいね。いいっすね。いいね。色味僕と揃ったじゃないですか。これいいね。いいっす、いいっす、いいっす。絶妙な色、ちょっと紫っぽさもあり。な、うん、何とも言えないの。で、今日のね、この感じもめちゃくちゃいいし。うん、いいっすね。今の感じも合ってるし。これにブーツじゃないですか。ああ、間違いない。完璧。てくれるのがバナナのインスタもまた更新してるんで、はいはい、そうだね、僕がグッと季節を上げて、これはもう上げてます、あ、はいはいはい、これも見た瞬間僕やべえなって思いましたので単色のペンドルがめっちゃめちゃいい状態で置いてあるっつって、ね、ってやっぱチェックとかの、まあチェックがいい柄っていうのはやっぱペンドルトンの特徴ですけど、単色はやっぱ、うん、わーってなりますね、なるね、やっぱ、うん、これいいな、綺麗っすよ、色味もあってやっぱ綺麗な感じしますね、うん、うん、
敵だわ。これ素敵。いいね。いや、やっぱなんかちょっとブラックティーとのバランスいいっすね。うん、いいね。いいっす、いいっす。めっちゃいいな。素敵だな。楽しいね。楽しいよ。うん。でこのぐらいちょっと肩抜いてもかっこいいね。うん、なんか ラフにね、うん、うん、かっちり着るよりも。あ、よく見たら T シャツ紫入ってるんですね。そう。うん、あ、やっぱなおさらいいんじゃないですか、バランス。このバランスめっちゃいいね。うん、すげえ合ってると思うな。うん、いや、いいな。いい。単純にいい。単純にいいっす。何年代だ。なんかこれ何年代なんだ。うん。でもちょっと古いとは。でもちょっと古いよね。うん。うん。70くらい。うんうんうん。とは思うんですね。いいね、これ。なんてやっぱ結構皮硬くなってるやつなんですけど、結構柔らかいし、柔らかい、着やすそう、うんうん、これいい、いいですよ、うん、これも 30% うわマジ。あ、これ裏地もいいな、やっぱ古いわ、裏地も古い、この感じ、ちょっと柄入ってる、うん、あ、年代ぐらいのかな、近く見ると分かんないですね、うん、いいっすね、めっちゃいい、素敵だわ、このねカラーのね合わせ方ね、うん、分かんないですけど T の中に文字入ってるって珍しいんじゃないですか、確かに確かに、この感じここね、うん、どういう意味なの、どっかの大学かな、カレッジ、まあ基本的にスタジアンってカレッジの、うん、やっぱり、うん、いや、これいいね、サイズもめっちゃよくない、サイズいいっすね、うん、ちょっと引いて取ると、うん、あ、バランスいいっすね、うん、なんかオーバーサイズでガボってきてもかっこいいけど、うん、このぐらいなんかジャスト、まさにやっぱバイク乗るんで、うん、ジャストがいいんじゃないですか、そう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 、風でちょっとバタバタってなるより、そう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 、なんかジャストで、うん、サックリの方がいいかなっていう、うん、これもいい、これもいいよ、ピューリタン、ピューリタンですね、ピューリタン、まあ、多分60年代ぐらいくらいかな、うん、まあでもそんなん作っとるんやっていうイメージはありますけどね、ピューリタンが、これも来たいな、ちょっと今ね、タクヤが接客中なんで、仕事中なんでちょっと着させてもらいますけど、多分羽織るだけでいい感じになると思いますけど、そう、ね、今の感じだったら、うんうん、薄いデニムも合うでしょうし、デニムにロックティーに状態いいっすよこれ、うん、ちょっとこのタグの、うん、なんかナインティーズとかのイメージありましたけどね、ピューリタンは、うん、確かに、あ、いいわ、もう正解、ああ、いいっすね、うん、これで完成、これで完成っすね、全身、これ完成だね、うん、いいね、うん、いいっすね、いいね、背中めっちゃかっこよくない、いいっすね、背中、ね、ボックスシルエットって感じです ね、うん、なおさらで丈感がいいっすね、うん、いいな、大きすぎず、うん、でまた柄がちょっと渋いっすね、うん、いいっすね、うんうん、めっちゃいい、うん、雨かじって感じの、雨かざ下はアイリッシュセーターとかの方があるからね、そうですね、普通にいいですね、ピューリタン、うん、シャツ、シャツのね、ここまでヴィンテージのシャツ多いんですけど、うん、いい、もうかっこいいね、いっぱいある、うん、おハーレーダビッドソンでございますよ、あらこれあんまイメージないですね、そういう、こんなんも作ってるんだっていう、後ろ、おかっこよっわ、めちゃくちゃそれいいね、珍しい気がしますけどね、サイズも良さそう、あ、XL か、ちょっとガボって羽織る感じにはなるけど、ハーレーそんなチェック出すんすね、いや俺初めて見たこんなの、ですね、やっぱライダース結構探してるんだけど、ハーレーの、うん、こんなこういうチェックシャツ作るのこの子ない、バックかっこよかったな、ね、背中がいいわ、うわうわ、どうこれ、あー、いいっすね、いいね、 XL まあまあありな丈感だとは思いますけどね、まあ、全然ありやね、うん、なんかこうラフに、
うん、ザクッと羽織るぐらい。ガボッと羽織って。このサイズだったら中にパーカー入れてもいいね。あ、そうですね。デカめなんで。デカめなんで、うんうん。スウェットとかでも多分楽に着れる。うんうんうん。ちょっと後ろ向いてもらっていいですか。いや、かっこいいっすよこれ。これかっこいいね。やっぱこのワッペ一発でハーレーって分かるディティール素晴らしいじゃないですか。で前にもね、ええ、ちゃんとここにもあって ちっちゃいの入ってくからですね。素敵これ。これいいディティールですね。グッとくるよ。これでバイク乗りたいもんね。あのバイカーすからね、やっぱり。これちょっと乗ったらかっこいいかも、うん。これもなんかザアメリカ人っていう感じ、ね。そうですね、チェックの感じ。チェックの感じで。ただ結構チェックのデザイン的には結構新しいっぽくも見える、うん、そうね、多分そんな古くないと思う、うんうん、素敵だね。いやめちゃめちゃかっこいいと思う、ね、うん、素敵だ。